事業革新パートナーズナスカワと申します。本日ですね、南米のエクアドルで参加しております。こちらアマゾンの植物をもとにバイオプラスチックの工場を立ち上げたいという現地の方々と一緒に、まあ、活動している最中で、まあ、ちょっと聞きづらいところもあるかもしれませんけれども、どうぞよろしくお願いいたします。当社はですね、ヘミスルロースという植物樹木の大体20%を占めている 多糖類の成分をもとにしたバイオプラスチックの樹脂材料を開発しています。この開発に成功したのは当社が世界で初めてになりまして、今、量産を日本だけでなくて海外も含めて立ち上げている最中になります。もともと当社は創業から金型った射出成型素形、処刑剤といった製造分野のコンサルティングをしていたんですけれども、まあそちらとこのバイオ樹脂材料を組み合わせた 唯一の製品を作りたいというふうに志しまして、こちらエアビック、川崎の方で始めさせていただいたものです。もともとなぜヘミセルロースかということなんですけれども、えーまあ、樹木植物の、えー、こちら円グラフにあるように大体20%程度を占める2番目に大きな成分なんですがあ、用途がほとんど単体では見つかっていなかったということで、 ほぼすべて燃やされたり、まあ、捨てられているというような状況になります。まあ、年間で世界的に見ると10億トン程度お、まあ、成長しているという中で、えー、発生しているわけなんですから、まあ、これをですね、使うことがあ、まあ、バイオ資源としての最大の可能性なんではないか。地球環境温暖化を止めることすらできるんじゃないかというふうに考えて、エミセルロスに挑戦しました。 こちらはですね、えー、まあパルプ、紙パルプ工場になるんですけれども、一般的にはセルロースを元にして紙を作られているという工程が多いようで、その中でこのヘミセルロースという成分は紙にはされずに、えー、まあ熱源として燃やされているというような状態もあります。まあ、こういったものをですね、えー、利用していきたいというのが出発点でございました。 その中で、まあ、当社として試行錯誤をしまして、様々なあヘミスルロース活用のバイオ樹脂を開発してきています。こちらに 3, 3つのパターンを書いているんですけれども、上の2つは、あ石油由来の、従来のプラスチックと組み合わせたもの、まあ、CO2 の排出量を減らすために、えー、作っているものでして、で3番目があ、バイオプラスチック100%、成分解性も100%あると。 いうようよななものになります、えー、まあヘミセルロースにはですね本当にたくさんの種類がございましてどのように組み合わせるかということによって性質が全く変わってきますので、まあ、この多様な、えー、まあトライデータ化してですねいろいろなパターンをご提供しています日本ではまだまだこの1番2番にあたる石油ラインプラスチックと組み合わせてコストとか、まあ、え機能性を担保したものが求められていますがあ えー、欧米中心に海外ではですね、もうこの3番の植物ー100%でありたいというようなニーズが非常に高まっていまして、当社は、まあ、えー、戦略的に両方を、えー、追求して活動しています。その中で、まあ、ヘミセルロースの価値は何ぞやということなんですけれども、えー、まず、えー、まあ、このヘミセルロースにしかないものとしては、先ほど申し上げたあ潜在資源としての量が非常に大きいということですが、 一方で CO2 の削減と土の中でも海の中でも分解するという分解性の高さがあります。また、機能性をどれだけ持てるかというのが勝負だと思っておりまして、もともと持っている流動性に加えて透明にしたり強度や耐熱性を上げるというような、そういった技術も当社は持っております。分解性に関しては特に海中での速度、非常に速く えーまあえー、海に関係するようなものに、えー、を置き換えていきたいというような考えでございます。あともう一つ、えーまあ、植物といっても食べられないもの、捨てられて燃やされてしまっているような間伐材とか、搾りか細菌といったものを使うことで、えー、通常の CO2 排出量以上のものを出していきたいという考えです。特にお客様から評価をいただいているのは、この流動性というもので、えーまあ、熱をかけるとろとろ溶けやすいという。 こういったものがます。また透明にしていく、屈折地図を調整するというような技術もあり、透明系の材料が当初に集まってきています。川崎の方では植物をから抽出して、機能を与えて樹脂材を作って、製品を作るという一貫した生産をしていまして、まあ、その中でお客様の要望としてですね、 樹脂材料を提供するだけではなくて、製品を提供することまで、量産提供ということまで行っています。特に、いろいろとやっていく中で、まあ、射出成形品だけじゃなくて、ペットボトルになったり、シート、フィルムって薄いものであったり、繊維から洋服までできるということがわかりまして、いろいろな製品を追求しています。また、バイオ材の弱さである強度、耐熱性に関しては、 金属を生きれるというような有機無機ハイブリッド素材にするための設備というものも開発しています。まあ、我々のポリシーですが、あまあ新しい食べられる植物は使わないと捨てられているものを使ってこそ本当に CO2 を減らすことになるんじゃないかと考えていまして、えー、そういったものをお客様から提供されていて、えー、まあえ樹木だけじゃなくて様々な総本類、植物等を活用しています。 JR さんとは鉄道林という防風林の杉の木をもとにコップを作りましたり、ビールメーカー各社とはビール工場で出る大麦の搾りかすからいろいろな容器を開発しています。また、樹木林業関係ではこういったまあ貴重な木ですけれどももう倒れてしまったようなものから製品化したいという,ようなご要望もいただいていますし、まあ、海洋生物、ホタテの貝殻とかイカの背骨、こういったものに含まれている成分 無機物ですけれども、これに有機物であるエミスロスを組み合わせて、いろいろなあ商品を開発しています、まあえー。日本以上にですね、海外の方が非常にこの関心は高いと感じていまして、えー、国連気候変動会議、今年もエジプトで開催される国27にも参加させていただくことになります。10月には、軽症というドイツでの展示会にも出展いたします。まあ、我々の活動は、あ 教育でもあると思っております。こういった培養剤が当たり前になるように、こうい小中学生の皆さんの、えと、一緒に、やっていきたいという考えでご支援をしておりまして、これは高校生とですね、成分解テストをしたりと、まし、団体で活動することも、にも取り組んでいます。 あと、ま、大阪万博2025年ございますけれども、大阪の捨ててしまっている枝豆の枝から作ろうという、JAX さんの方からも声をかかって、という場合、モデルロケットというような宇宙教材も開発しています。ですね、本当にま、地元にも貢献したいという考えで、エアビックの裏山に、で、ま、農園がございますけれども、こちら対比が足りないという皆様に、ミスロス抽出した後の絞りカストをご提供して、喜んでいただいています。 当社の考えとしては、スポット、商品だけじゃなくて、ライセンス契約モデルと考えていて、当社の知財や、え技術、ノウハウをお客様に開放して、え量産をそれぞれ立ち上げていただく、地産地用のモデルを開発しています。現在、まあ、エクアドルでもそのようなことを行っていますけれども、日本海外問わずですね、こういう、え我々のヘミセルロス由来の、おぉ、バイオプラスチックを世界中で、え 現地生産できるような世界を作っていきたいと考えています。ご説明以上でございます。えっとプレゼンの方ありがとうございました。えっとここからえっと質疑応答の方えっとさせていただきます。えっとそれではまずえっとモデレーターの野本様よろしくお願いいたします。はいありがとうございました。えっと潜在資源という言葉も。 出てましたけれども、あのやはり捨てられてしまっているものを有効活用する、ある種まあサーキュラーエコノミー的な取り組みも、あのカーボンニュートラルに向けて非常に重要なあの切り口だなというふうに考えておりまして、その観点からも非常にあの面白いなというふうに感じました。で、これですか、あのあれですかね、林業事業者さんからえっ、ー、とまあ、原材料をしっかり調達してくる。 が必要ということですけど、こちら、林業事業者さんに対して、はいえー、なんかどのような経済的メリットとかインパクトを出せるか、なんかその辺がこが今後の、えー、ムーブメントにつながってくるかなというふうに思ってまして、その辺のこの見立てとか、教えていただけるとありがたいです、ねあの。こちらの資料に書いてる通り、まり、現状の林業というのはう補助金付けで、まあ、正直儲かっていないとで、バイオマス発電というのも、バイオペレットを提供してますから、まあ、二足三文。 ほとんど儲かっていません。やっぱりここ、付加価値が高い、えー、技術を組み合わせてあげる必要があると思っていまして、まあ、我々バイオプラスチックという、まあ、比較的、えー、付加価値が高い商品に、えー、林業で、かつ、まあ、廃棄品として出てしまう木粉とか、あ間伐材を使わせていただくことで、その収益向上をするということで、えー、が一番のメリットだと思っています。今、まあ、各地のですね、 林業組合さんとかともそういう,ような話をして、えー、まあぜひ現地で、えー、こういうプラスチック工場をも作りたいというお話いただいています。はい、えっ、ー、とどうもありがとうございました。えっ、ー、とそれではえっ、ー、と続いてえっ、ー、と共通のえっ、ー、と質問の方を進めさせていただきます。えっ、ー、とまずえっ、ー、と本日のえっ、ー、と討論の目的、またどのような企業やビジネスパートナーとのマッチングアプローチを求めているかえっ、ー、とよろしくお願いいたします。 はい。えっとですね。まあ、我々が取り組んでいる、このヘミセロス由来のバイオプラスチックというのは、まあ、非常に、まあ、可能性が非常に大きい潜在資源もあるものですけれども、やはり、まあ、一般的な、どこでもやれるようなものとは、完全に一線を画した、まあ、高品質なものを狙っていきたいと思っています。でその意味で、まあ、今回、ネドの企画ということで、本まあ、本格的なバイオプラスチックの中でも、特にディープテックというか、 あの非常に開発意欲のある皆様とお知らせになりたいというのが目的です。まあ、特にですね、我々、スポットで売買というのはまあ日常行っていますので、まあ、そういったものではなくて、当社の技術を使って、ライセンス契約を結んで、共同開発をさせていただく、量産を立ち上げていくというような、本、ま、腰、あ、で5年、10年かけて、まあ、こういった製品を作り上げていきたいというような お客様との出会いを求めておりまして、そちらがまあ今回の目的であり、まあこれからのターゲットになります。えとどうもありがとうございました。えー、と続いてですね、えー、と事前質問の方、えー、といただいたものをお話しいただきます。えー、とまずカーボンニュートラルに取り組んだ際、えー、と申し合わですね、今後の問題点やまだ、えー、と進めるべき、えー、とポイント重要なるポイントですね、えー、と教えていただければと思います。 そうですね。今、あの、川崎のエアビックで、この4工程、何とか、スタートをすることができるようになりまして、プロプタイプを開発して、量産は協力メーカーで、それぞれ工程を分けて行っているんですが、やはり、中量生産、量産ももう一歩踏み込んでやってほしいというご要望をいただいています。こちら、これからの課題は、このスケールアップ、量産にどれだけスムーズに入っていけるかということにありまして、 当然、まあ、そこには設備投資や、まあ、事業の、たし、確かさ。あ、もっともっと、こう、営業力と、そういったさまざまなものが、量産に向けて。え、必要になっている、課題になっていると考えています。はい、えー、と、どうも、ありがとうございました。えー、と、それでは、えー、と、お時間となりましたので、えー、と、事業革新パートナーズル、えー、那須川様、え、ご登壇、どうも、ありがとうございました。おそらく、あの、深夜だったでしょうから。本当に、ご協力のほど、ありがとうございました。